大丈夫ですか？走った？譜面を置いてきた。譜面を置いてきた。障害道具ですよね。私も今日、スカートを忘れてきてしまって、上着だけ、ワイシャツだけ持ってきて、スカートないもんだからどうしようと思って、さっき急いでエスパルで買ってきたんですけど全部エスパルの服なんですよ今日は。そう、結構ねシンプルでカチッとした服を持ってきてたんですよ。全然ダメだった。はい、こうバッグガッて開けてゴソゴソってやったのワイシャツしかなくて、なくなった。大丈夫ですか？本当言ったな。なんかね、太田さんは譜面ないままチャレンジするそうですよ。間違えたらブーイングでよろしくお願いします。私も勝手に睨むからね今間違えたとかよし、それでは、セカンドセットを始めたいと思います。聞いてください。シンデレラを探せからファーストストーリー、裸の王様。
裸の王様みんな知ってますよね。でもストーリー忘れちゃってる人も多そうだな。裸の王様は偉いやっぱね、一国の王様で、で召使いたちにこう騙されて、これはバカには見えない布でできてるんですよって言われて、で次のパレードはこのバカには見えない布で仕立てたドレスを着て王様出てくださいと。もう国民たちにもし王様を裸だと言ったとしたら、それは国民がバカなんです。王様この布が見えますか、とても素敵ですねって言って王様を全裸でパレードに出してしまうっていう、本当に私にとってはもうその国の召使いたちも本当にひどいとは思うけど、でもその召使いたちにそうさせてしまう王様もかわいそうな人だなと思ったりとかして、でも大人になってみるとその偉い人とか偉くない人っていう立場が本当に両方理解できるから、すごく深い物語だなと思って書いてみた曲でした。アルバムの方に入ってますので、気になった方はですね、ぜひ、たくさん聴いてもらえたらと思います。それではもう一曲、ちょっとアルバムじゃない、これはカバーの曲ですね、を聴いていただけたらなと思います。尊敬する松任谷由実さんの曲ですね、聴いてください。陰りゆく部屋。
ありがとうございます。とてもいい歌ですね。松任谷由実さんってどんな人生の送り方をしたらあんなに素直だけどどっかにこう影があるというか、しかもその影がこう誰しもがさ感じたことのあるような理解できてしまうことをね、やらしくなく書ける能力、本当に本当にすごく努力されてああいう作品に残せる人になったんだろうなと思って、私も本当に1ミリでも 0.1 ミリでも近づけたらなと思います。それからも頑張りたいと思います。そんな私が、まだ発売されていない曲なんですけども、新しい曲を、持ってきましたので歌わせていただけたらなと思います。この曲はですね、歴史上の人物をちょっと背景に、書かせていただいたものでして、お茶茶様という淀姫ですね、戦国時代の最後を締めくくったお姫様ということで、そのお姫様がどんな人生を歩んだのか、私なりにちょっと感じて書いてみました。それでは聴いてください。淀過去仮
見てください。赤いツン早く持ち帰って。ちょっと待って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 、あの黒が皆さんにお配りさせていただいた、このフライヤーの一番この外人さんが写っている紙ですね。これあの実はとってもすごい人が日本に来日するんですけども、レイチャールズって皆さんご存知ですか？レイチャールズさんの最後のギタリストの、ラブチンさんがですね日本に来日されます。それの横でギターを弾くことになってまして、それがですね、近いところだと水戸でもありますので、これがしかもレイチャールズが来て4000円で見られるっていう、このレイチャールズに習ってたんでしょ？あ、違う、ラブチンさんに習ってた。あのこの人はですね、あのあれなんですよ、逆輸入してた。あれ、まあ、留学してた。留学して帰ってきて、あの こんななりをしてますが、あのめっちゃ英語ペラペラなんですよね。でも私の方が外人さんに道聞かれます。でも私何も喋れないから、あ What's your name くらいしか言えなくて、この人が一生懸命こう通訳したりしてくれたりとかして、そう、このラフチンさんとってもすごい方で、昨日私のバックバンドを務めてくれた全員がですね、この人と一緒にこのライブをやるということで、とってもレアで、まあ、ラブチンさんいい年なのでもう日本に来ることはないかもしれないです。なのでね、すごいやっぱ最後本当に人生で教え子と一緒にライブをやるということで、多分ラブチンさんにとってもすごくあの人生の中でね、あったかい出来事になるんじゃないかなと思ってます。これもし時間とか日程があったらっていうか、ぜひ合わせて見に来てほしいなっていうやつです。ぜひあの目を通していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではですね、私がそんな私もですね、あの音楽を始めて何もできなかった時期ってやっぱりすごく、まあ、未だに何もできないこともいっぱいあるんですけども、もっともっと何もできなくて、初めて歌詞を書いてみた時、これが、私は今でも昨日のことみたいに覚えてます。お母さんとか兄弟にこういうのでいいのかなみたいなことを聞きながら、書いてみた記憶がありますね。福島で震災あって東京にみんなで行って、その初めて引っ越した家、避難で行った家で私はこの曲を書きました。本当にね、今読むと全然わけのわからない曲なんですけども、でもそれだって私には大事な宝物になってます。聴いてください、赤い罪。I'm not afraid to die.
私に歌う場所ということで、ここで歌わせていただくっていうことから福島での活動が少しずつ始まって、本当にそこからいろんな方に出会えて、いろんな仕事をいただいて、本当になんていうのかな、不可能、自分一人では不可能だったことも、去年1年今日まで本当に、進んでおられました。本当に皆さんありがとうございます。なので、私にとって思い出も辛いのも嬉しいのもいっぱいいっぱいあるこの町というか、この、県、市に、そして人々に、対してなんかすごく近いなと思う曲を見つけたので、これをまだ歌いこなすことはできないんですけど、今の私なりに歌いたいと思います。それでは聴いてください。時には昔の話を。
端で眠ったこともあったね。どこにも行けないみんなで。素朴っていいなみたいな、あの普通を愛することってとっても難しくて複雑なんだなと思ったりしましたね。本当に普通素朴、私が何もこうカッコつけたりとかすごくこう綺麗でいなきゃいけないとかっていうことを別に考えなくてもいい、この街が私にとってはやっぱりすごく好きなところです。いつでも帰ってきて、いつでもラーメン食べて、すっぴんで歩いても平気な感じな、いつまでもいつまでも続いたらいいなと思うし、そういう時にそばに皆さんにもいてもらえたらいいなと思います。こうね、歌の仕事なくてもフラッと来て、ちょっとお酒を飲みたいんですけどみたいなことも、本当はね、やれたらなって本当は思ってます。どんなことやってたってやっぱり人は人というか、なんて言ったらいいんですか、表現が難しいんですけど、私は変にこうなんかこう距離を置くとか作るっていうのがちょっとやりたくないなとも思うしで難しいんですが、私自身はそんな風に思っていますので、分かってってもらえたら嬉しいなと思います。私が思う、ちょっと頑張るから見ててくれよっていう曲がありますので聴いてください。あ、でもね、
ありがとうございます。それではとうとう次で最後の曲になりました。言わされてる感満載の映画。もう一回次で最後の曲になりました。なんかやる気を感じられないわ。まあいいか、そんなもんか。島に来て今日もラーメン食べて昨日もラーメン食べて、なんならちょっとお腹空いたんでラーメン食って帰る。うん。帰りはほとんどラーメンで生きています。でもね、東京のラーメンね、なんか味のなんていうんですかね、あの自己主張が強いというか、喉痛くなるんですよ。ガーンってくるから。だからやっぱ島のラーメンはいいですよ、皆さん。あの東大元暮らしっていうでしょ、美味しいものこんなにあるんですから、皆さんどうか長生きをしていい飯をいっぱい食べてください。本当羨ましいです。で、あ、練習するか。あ、はい。で、それでは最後の曲にちょっと変わったクラップが入ってますので、練習をちょっとしたいと思います。ちょっと難しいんですけどね、これで できたらいいな。私はですね、リズム感がないのか、レコーディングでこのクラップをですね、本気で入れたんですけど、なんと2日間も練習してレコーディングをしました。歌の練習よりもとっても大変だったクラップなので、皆さんもぜひですね、覚えていただいてやっていただけたらと思います。それでは聴いてください。今日最後の曲です。本当に今日はありがとうございました。聴いてください。約束をしよう。
入っておりますので、ぜひとも、もうそこだけでもいいから聞いていただきたい。本当に、わかります？私歌歌ってんですよ。だけど、拍手すんのに2日かかってる。それを、ぜひ、ぜひ、見てほしいなと、あ、聞いてほしいなと思ってますので。本当にありがとうございました。お酒をいっぱい飲んでください。ありがとうございました君がいた。この
街に今もまだ大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて、あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。懐かしいこの店の隅っこに置いてある寄せ書きの隅の方、するというか、あ、福島って言ったら全国の人がね、青やりって思ったり、青やりってどっかで出てたら、あ、福島の子だって思ってもらえるような人になれたら本当に素敵だな。まあ案外一でしょうけどね、そのことね。だけども
それを願って一生懸命一生懸命頑張ってみようと思います。それでは本当に本当に最後の曲です。この曲はとっても眠くなると思います。でもでも帰り道は眠くならないでください。どうか安全にお家までたどり着いてから、あ、今日まあ歌聴いてきたんだなと、ちょっとほっこりしてもらえたらと思って最後にこの歌です。聴いてください。おやすみの歌。Thank you.
2時。じゃあ2時まで。